スコッツブラフ軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。人口は36,970人で州内の軍の中で6番目に多い。軍庁所在地はジェディング。最大都市はスコッツブラフである。ネブラスカ州のナンバープレートでスコッツブラフ軍の車両は最初の数字が21になっている。これは百二十二年にナンバープレートの制度を確立した際。 スコッツブラフ軍の車両登録台数が州内の軍の中で21番目に多かったからである。軍名はオレゴントレールを往来する19世紀の開拓者にとって目印になった喫立した崖に由来する。この崖は1828年、その近くで亡くなった毛川省のヒーラム・スコットにちなんでスコットの崖と名付けられた。現在はスコッツブラフナショナルモニュメントとして 国立公園に登録されている。1887年、その崖のふもとに、ジェディングが1900年には、ノースプラット川の向こう岸にスコッツブラフ氏が建設された。対岸の二つの町は共に発展を遂げ、現在は、州内で七番目に大きな都市圏を形成している。軍内のネブラスカ西部地方空港は、州内で三番目に登場旅客数が多い活気ある。 空港である。経済は農業が中心で、天才やトウモロコシ、豆類が作られている。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍の総面積は1931平方キロメートルである。このうち1915平方キロメートルが陸地で、16平方キロメートルが水域である。総面積の0.83%が水域となっている。 2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド。2000年の国勢調査によると、スコッツブラフ軍には36,951人、14,887世帯、及び11,167家族が暮らしている。人口密度は19平方キロメートルで、8平方キロメートルの平均的な密度に16,119件の住居が立っている。 この軍の人種の構成は、白人87.58%、黒人0.27%、先住民1.88%、アジア系0.57%、太平洋諸島系0.04%、軍の住民の39.5%が、ドイツ系、8.6%が、イングランド系、6.8%が、アイルランド系移民の子孫である。 スコッツブラフ郡に住む14,887世帯のうち31.50%は18歳未満の子供と暮らしており、54.20%は夫婦で生活している。10.70%は未婚の女性が世帯主であり、31.70%は家族以外の住人と同居している。27.80%は特許で、 全世帯の12.80%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.44人であり、家庭の場合は2.97人である。軍の住民はーセントが十八歳未満の子供で十八歳以上十四歳以下がント、二十五歳以上十四歳以下がーセント。 45歳以上64歳以下が23.00%及び65歳以上が17.20%となっている。平均年齢は38歳である。女性100人に対して男性は91.20に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は88.30にいる。軍の世帯ごとの平均収入は32,016米ドルで、 家族ごとでは38,932ベイドルである。男性の33,317ベイドルに対して女性は27,17ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は17,355ベイドルである。総人口の14.50%、家族の11.00%は貧困線以下である。 18歳未満の子供の22.00%よび65歳以上の8.70%は貧困線以下の生活を送っている。スコットの崖からスコッツブラフとジェリングの西を望む。ありがとうございます。